はい、私はですね、塩谷澄子と言いまして、羽咋出身です。はい、で、先ほどの堂畑君と一緒に、ね、ひららのチームっていうことで、もてなしドームで毎週ライブをさせていただいてます。ではですね、ね、中山さん、ね、お久しぶりです。はい、ですね、じゃあ、私年齢層を見るとかそういうね、なんか皆さんに少しでもね知ってる歌を聴いてほしいなと思って、今日はですね1曲目の7層を聴いてください。Thank you.
時ね、あそこにストーブに当たってたら心地よくって、本当にこのまま寝れるんじゃないかなっていうくらい心地よくいましな。あの口も回ってません、まだあのね、夜勤明けだったのでちょっと、うん、夜勤明けでもてなしドーム行ってっていうスケジュールなので結構きついですねはい私もですね、いろんな、ね、オリジナルの曲を持ってまして、中山さん、ね、1枚、ね、私の CD あの持っておられると思うんですが、その中から今日もです ね、ちょっと何しましょうかって思いながら今選んでおりますがですね、娘が不登校の時にちょっと辛い思いをしてたんですが、そのことを曲にして、あの、ね、もしあの不登校のお子さんと親御さんがおいでたら、こういう気持ちだったんだよっていうのをあの伝えられたらいいなと思って曲にしました。オリジナルのいつまでも聴いてください。過ぎて怒ってばかり。
ありがとうございます。娘も今では社会人になって社会復帰をしたので、ね、この歌をね、気持ちがちょっとでも、ね、伝わればいいなと思って、じっくり聴いていただけるときに歌っています。はい、ついでに私も CD を6曲入り1500円でお送りしているんですが、もしね、聴きたいなと思われる方は後でお声かけください。それではですね、お子さんがちょっと退屈かなと思うので、ジブリの曲を歌いたいと思います。では、君を乗せて聴いてください。ラッタの曲歌いますね。
Thank you.
この海が大好き、聞いてください。